県警では横断歩道での歩行者優先などを宣言する企業に対する横断歩行者保護宣言事業所プラスの証の交付を進めています今日は奈良テレビ放送にも交付されました今日は奈良警察署の工藤敦氏交通第一課長から宣言の証とマグネットシートが奈良テレビ放送に交付されました道路交通法では 車は歩行者がいる横断歩道では歩行者優先のため一時停止することを定めていますまた今年4月には歩行者も横断の際は手を上げるなどしてドライバーに意思表示をするよう交通安全教育の指針が改正されましたこの取り組みは県内の事業所に運転する立場と歩行者の立場の双方から安全行動を実践してもらうことを目指すもので 10月末時点で1040の事業所が加盟県警では今後も多くの事業所に加盟を呼びかける方針です 運転手の方々に対して、えー、交通ルールを守ってくださいという形でアプローチしておりましたが横断歩行者の方のまあ安全確認とかです、ね、横断意思を示すというような安全行動というのもの横断歩行者の方の命を守るために大切なことだと思っておりますのでそういった方向でもまあ広報啓発とあの指導等を進めていきたいと思っております。